呆れたものだ。あの衝撃でも死なないと。危うくご期待に添えるとこだったけどな。エステル返してぶっ倒されんのと、ぶっ倒されてエステル返すのと、どっちか選びな。月並みで悪いが、どちらも断ると言ったら。じゃあ俺が決めてやるよ。姫の力は本当に素晴らしかった。古の満月の子らと比べても遜色あるない。人にはそれぞれふさわしい役回りというものがある。姫はそれを立派に果たしてくれた。用が済んだってんならなおのこと返してもらうぜ。いいと。エステル、どうする。姫の力はもう本人の意志ではどうにもならん。我がシステムによってようやく制御している状態なのだ。暴走したブラスティアを止めるには破壊するしかない。エステルを物呼ばわりしないで。ああ、まさしくかけがえのない道具だったよ姫は。お前もだシュバン。生き延びたのならまた使ってやる。さっさと道具らしく戻ってくるがいい。シュバーンならかわいそうに、あんたが生き埋めにしたでしょうが。俺はレイブ。そこんとこよろしく。役回りがあるってのは同感だけどな。その中身は自分で決めるもんだろ。それで無駄な人生を送る者もいるというのにかね。いなこと。自分で選んだなら受け入れるよ。自分で決めるってのはそういうことだ。無駄かどうかなんてお前に決める権利なんかないのじゃ。残念だ。どこまでも平行線か。やめろ。よせエステル。くそ。パワーが足りなかったか。エス、諸君のおかげでこうしてデインノモスに代わる新しい鍵も完成した。礼と言っては何だろう。我が計画の仕上げを見届けていただく。真の満月の目覚めを。
なんだあれや。あれはミオルゾで見たあの壁画の輪っかなのか。すごいぞ、やったぞ、ついにやった。あれこそ古代文明が生み出した究極の遺産、ザウデフラフ級。かつて世界を見舞った最悪をも打ち砕いたという究極のブラスティア。ブラスティア、あれが。誰もいないとこでやってくれ。聞いてて恥ずかしいぜ。ショーは終わりで幕引きをするとしよう。姫、一人ずつお仲間の首を落として差し上げるがいい。てめえ。姫も君たちがわざわざここに来たりしなければこんなことをせずに済んだもの。我に帰った時の姫のことを思うと心が痛むよ。待てってんだアレクセイ。てめえ戻ってこいアレクセイ。あいつエステル、やめて。目を覚ませ、エステル。帰ってこい、エステル。お前はそのまま道具として死ぬつもりか。システムが。アレクセイの剣が要だったんだわ。このままでは。システムが使えるかも。すごい、エステルとの同調も完璧。干渉術式不活性化調整データ、余剰 AR 隔離術式も揃ってる。でも肝心のアパティアの代わりをどうしたら。この剣使ったらどうだ。アレクセイが使ってたやつの本物だろ。流れを読み取るから。僕も手伝うのじゃ。
通の効かない体だぜ。みんな、もう。言ったろ、信じろって。ウェブベスペリアやるときはやる。そんな顔すんなって。おかえり。ただいま。